これは今から75年前の1936年に日本で初めて作られた常設サーキットで行われた自動車レースです。映像は私の父親の撮影で、サウンドは息子の私がその映像のイメージに合わせて作りました。本来は常設サーキットのはずでしたが、日本はその直後から戦時体制に入り、たった1年でこの種のレースは閉幕し、それ以降は遺跡や昭和遺産のような扱いとなって今日に至っています。それではその常設サーキットは75年経った今現在ではどうなっているでしょうか。今ご覧の観覧席はこのようになっています。格好のサイクリングコースのようです。ではこの場所がどこなのかご案内しましょう。今回も車窓からのご案内です。乗車するのは東急電鉄の玉川駅です。これは東京都水道局の取水所で、先ほどのレースが行われた年と同じ1936年に建設されました。最近では2002年にアザラシのタマちゃんが最初に現れ、その名前の由来となった場所です。多摩川を渡ると神奈川県に入ります。このグラウンドが先ほどのレースが行われていた場所で、コースの全長は1200メートルありました。今現在はもっぱら川崎市民の球場として使われています。当時は多摩川スピードウェイと言いました。そしてこれが今や遺跡扱いの観覧席で、階段状のコンクリートの基礎部分は今でもしっかり残っています。75年前当時、約3万人の観客が訪れたそうです。
ここに一枚の鮮明な航空写真があります。あの多摩川スピードウェイが写っている写真です。撮影したのは当時進駐軍だった米国の極東空軍です。昭和22年7月24日の撮影ですから、日本が敗戦国となって約2年、一番苦しかった頃の写真です。これが多摩川スピードウェイです。あのレースから11年経っていますが、コースの跡はまだはっきり残っています。しかしこの間の太平洋戦争でその様相はすっかり変わりました。ここにはモザイクタイルのような模様が写っています。これは11年前のあのレースの映像にはなかった農作物の畑です。当時の日本といえば深刻な食料不足の時代、米は配給制ですがご飯はろくに食べられないような時代でした。ですから食べ物を確保するためにも懸命に農作物が作られました。土地があれば畑はどこにでも作られました。土地イコール食料生産装置というイメージで、この写真を見たら感覚的に合うかと思います。そして戦後復興真っ只中のこの頃はまさに頑張ろう日本そのものでした。河川敷もその近辺の空き地もまるでモザイクタイルを貼ったような光景です。川の中洲も例外ではありません。隅から隅まで畑になっています。しかし今現在は放置されており、元の原野に戻っています。また今は河川敷の一部が農園として貸し出され、農作物も作られていますが、その目的は昔とは異なります。多摩川を渡って東京側を見てもその状況は全く同じです。上の方にある2本の白いラインは農道です。これは土手の上の農道、こちらは土手の下の農道ですが、今はこれらが一つに造成されて自動車道になっています。そしてこの河川敷の今の姿は、この写真を見ていると子どもの頃麦畑を通って多摩川に遊びに行った頃のことが懐かしく思い出されます。川の浅瀬を渡って中洲に行く場合にはこのように行きます。
Thank you.